はいどうも お疲れ様でございます。ナベでございます。本日の一杯はこちらでございます。本日はねキリファイヤー、引き立て人定番のーコーヒーになりますけどもね、なんか最近はこういうのが書いてあるようで、はい、これはあのスターウォーズのお兄さんですよね。お兄さんですよねっていうか、あの主人公とかじゃなくて、あの出てくる人ね。うん、あのスターウォーズは分からないんでね、全然ね、名前も全然出てこないんですけど、はい、まあ今日はこれを飲んでいきたいと思います。はい、今日のねこのファイヤー、ちょっとねあの継ぎ目がね、だいぶ飲み口に接近してるんですけど、こうファイヤーは綺麗にこう塗装もしてあるんでね、なんかこう飲んでて違和感がないっていうかね、嫌な感じにならないですよね。うん、すごく綺麗に処理されてる。この飲み口のこういう縁の部分とかもね、すごく綺麗。はい、これ甘いんじゃなかったかな。久しぶりに飲みますね。うん、甘い。キンキンだ。基本ホットは飲まないですね。はい、真冬でも、あの屋外にいるときはホット飲みますけどね。それは暖を取りたくてあのホット飲みますけど、あの屋内にいるときはね、基本的にはコールドですね。うん、うまい。はい、ということでね、本日は、キリファイヤー、引き立て微糖、飲んでいます。本日なんですけども、昨日はねっていつ投稿すんだ。あの先日はね、Cドライブの関係、本当ありがとうございました。ちょっとくどくどしくてすみませんが、ちょっとまだお礼言い足りないんで、あの言わせてください。ありがとうございました。はい、でね、今日ちょっとねお話ししようと思ってるのはね、まあこれはあのなんて言うんだろうな、良くも悪くも登録者が少ないからできる技なのかもしれませんけども、私のね、あの動画に投稿をくださる方の中でね、本当にどう発音していいかはよく分かってないんですけども、ご本人に一応ざっくりカタカナ表記で聞いてね、それで呼ばせていただくと、オクトレオンさんっていう方がいらっしゃいます。はい。私のところにコメントくださるの、大体限られた方なんで、コメントを入れてくださると、その方のコメントも必ずそばにあるのを、お気づきになられた方もいると思いますし、もう私の動画をね、たまに拝見してくださる方、でも、そこには必ずね、その、彼の、コメントがね、いつもあるんですけどもね、はい。韓国にお住まいの方です。はい。で、おそらく、韓国籍の方だと思います。はい。でね、日本の文化に、興味をお持ちで、日本語も上手でですね、日本のこともすごく詳しい方なんですけども、先日のですね、私の動画のコメント欄のところにね、2月だったかね、徴兵があると、いうことで、そちらのその駅務にね、行くということになったそうです。はい。でね、まあ、国が違いますから制度も違って、まあ、文化も違いますから、ね、そこのことについて他国の人間が語るっていうのはナンセンスなのかもしれませんけども、ただね、その日本人はその敗戦してからね、戦争に負けてから、まあ日本が決めたことか周りから押し付けられたことか、そういうのは別としてね、その辺は別として、もう戦わないっていう国になったんですよね。まあ、戦えないのか戦わないのか、まあ、どうなのか分かりませんけどね、うん、そういうことができない国になったんだね。
だから国民もそれだけ弱くなったわけですよね。で、これも強いことがいいことだという話ではなくてですね、逆を返せば日常生活の中でもね、自分で自分の身を守る術だって、なんていうのかな、一部の人しかできなかったり、ね、お金を払って習わなきゃできなかったりっていうことになってきちゃってるわけですよ。だからそういう国、日本とね、やはりその国家を守るためにね、それは、なんていうのかな、好んで戦いに出るようなその兵士じゃなくてもですよ、ね、守るための兵士であっても、どうであってもやっぱりそこに徴兵されるっていうその義務が生じているっていう韓国のその男子、まあ、韓国民とはね、やっぱりなんかなんていうのかな、シビアさが違うのかなって気がねしてなりませんよね。なんかね、私なんかも鉄砲バンバンっていうゲームが好きですとかね、戦車のゲームやってますなんて言ってますけどね、実際にそんな音もそんなね、場所にも行ったことがないね、というものが、まあ、ゲームの世界として体験してる私なんですけどね。おもちゃの鉄砲ってそうですよね。本物の鉄砲触れないから、触っちゃいけないからね、だからおもちゃの鉄砲ね、テレビで見た、スクリーンで見たそのヒーローが持っている鉄砲に憧れてるっていうね。でもそれを本当に現実の世界でそれを手にして、それを、まあ、その標的がね、漫画みたいにね、人じゃなくてもですよ、的であってもですよ、屋内であってもやっぱりそれを握って、自分の責任で引き金を引くっていうことがね、ちょっと私には想像がつかないですよね。すごいことなんだろうなっていうことしかないです。なんかね、いいとか悪いとかの話がしたいんじゃなくて、やっぱね、世の中広いんだなっていうことをね、つくづく感じたっていうお話で着地したいんですよ。それご理解ください。だからそうやって徴兵義務として徴兵に出る韓国の人がお隣にいるかと思えばね、でもかたやその日本ではね、働くこともしないね、大人がいて、で結婚することもね、ためらう大人がいて、ね、かたやね、すごく離れた国では食料もままならなかったりね、水の取り合いして戦争になっちゃったりとか、食物、いわゆる国土ですよね、田畑とか、そういったものを争うがために、ね、内紛が起きたりとか、その自分が信じているものを貫くためにね、こう宗教的なところから戦争が始まったりとかって、いろんなことが起きてますけど、まあ、いかに日本が、まあ、平和なのかっていうこともよく、ね、こういうコメントをいただくと気づかされますし、それがいい部分もあれば、それがまた、ちょっとこう弱々しく感じる部分もあるっていうのはありますよね。まあ、だから俺が何ができるかって何もできないんですけどね。何もできないんですけど、そんな気がしてね。やっぱ世界って広いんだなっていうね、気がします。もうほんと YouTube を見てると、そういう世界観が広がるんですよね。ね、ありますよね、そういうのって。戦争のシーンとか。ね、ちょっと悲惨なね、動画とかも出てきますけどね、たまにね、あ、こういうことが起きてるんだ、ああいうことが起きてるんだっていうことをね、すごく実感させられる、場所かなと思ってますけどね。ということでね、まあ、取り留めもない話なんですけども、今日はちょっとそのね、いつもコメントをくださる方が、まあ、徴兵されるっていうことでね、まあ、元気に、本人嫌だと思いますけどね。でも、送る言葉としてはね、なんとか元気にね、行っていただいて、また元気に帰ってきていただいて、で、なんか、そのね、駅務が終われば、なんだ、日本にもね、また帰ってくるっていうね、遊びに来てくれるっていう話もありましたんで、ぜひね、無事に帰ってきていただきたいと思いますしね。まあ、
どうなんでしょう。でも、その徴兵っていう形で、ね、そういう仕事をお勤めをされたからって、すぐね、戦場に行くわけじゃないでしょうからね。それに行くには多分、今の日本とやっぱりだいぶ似てるものがあって、それ相応の専門的な訓練とか、その知識を身につけなければ戦場出れないでしょうからね。安保法案とかって、ちょっと話脱線しますけどね。私の個人的な見解ですけども。日本はすぐ戦争しちゃうんじゃないかと思ってられてる方がいますけどもね。それは戦争に巻き込まれる可能性は、どっちの、なんていうのかな、主張を唱えたって、巻き込まれるときは巻き込まれると思うんですけども、じゃあ、いざ、日本が主導的にじゃあ戦争をするぞって言ったときに、日本人から兵士が何人生まれるかって話ですよね。多分生まれないと思います。自衛隊の皆さんを無理やり兵士にするのが精一杯だと思います。今の日本は。だから戦えないもん。昔みたいになんかシンプルなね、兵器を持って行ってこいっていうのと違いますからね、時代がね。おもちゃの鉄砲を持っててもそうですけど、まあ、本当にね、手で持つ鉄砲ぐらいだったら、まあ、ちょっとレクチャー受ければできますけど、でも結局戦闘ってことになればね、もっと、なんていうのかな、こう、高精密なというかね、いろんなデバイスを使うんですよね、きっとね。だからそうなっちゃってくると、扱えないっしょ、日本人。戦いようがないんですよ。それはね、多分一国の首相たちも分かってると思いますよ。きっと日本人はもう兵士にはなれない。本当戦う能力なんかないでしょと思いますけどね。だから韓国の皆さんはそのレクチャーを受けるから、徴兵という制度で。だから本当に国民が怒って、国民が一丸となったら、多分戦える国なんだと思いますよ。自分の国を守ろうと思えば、守れる国なんだと思いますよ。いろんな、ところで、私も韓国に対する批判もありますよ。批判っていうかね。いや、そりゃ韓国ねえんじゃねえのっていう時もありますよ。それはでも、韓国の人だって日本のことをそう思ってるだろうし、でも、そう思ってるのはほんの隅っこの一部の人たちだけであって、我々みたいによく世間のこと知らないね、平平凡凡な市民は嫌いじゃないわけだ、そんなにね。だけど、そういう点で考えてみると、戦えないよね、日本はね。でも韓国は戦えるんだよね。戦うことがいいということではなくて。それは私が、家庭を持っていて、ね、うちの中に族が現れたら、その族を守れるか、族じゃない、家族を守れるかってことですよね、族から。私は、守らなきゃいけない立場だから、守りますよ。だけど、ね、相手がプロだったら守れないよね。いくらおもちゃの鉄砲触れますなんつったって。それはね、厳しいでしょう。でも韓国の人は、そういう訓練とかそういう知識の中から、自分の家族を守ることもちゃんとできるんだよね。国の制度としてね、やってるから。それは、突然わけもなく戦争に行くための制度と捉えるのか、もう一つの家族という一番最小単位のコミュニティを守るための、自衛のための、知識なんだというふうに捉えて、国民がいるのかっていう部分も出てくると思うんですけど、でも、そういうことにも運用できるってことですよね。自衛にも運用できるってこと。っていうのは、まあ、いいか悪いか、まあ、これも言えませんけども、その、幅としては広がるよね。だから日本もやれってことじゃないですけどね。勘弁してくださいってことですけど、ねえ、そう。日本ってのはやっぱりね、まあ、平和だし、また、こう、寝ぼけた国なんだろうし、ねえ、まあこれからはね、戦争がない時代になってほしいでしょうし、そういったものがなくてもね、有効に務まるようにしなきゃいけないのかもしれませんけどもね。そう、起きなければ備える必要もないんでしょうけども。でも今までの歴史から言ったら、
大なり小なり起きてるわけだ。戦争なっていうその大きなことじゃなくてもですよ、うん、その町その町でも犯罪ってものが起きるわけですもんね。災害とかね、その時に自分の家族守ったりとか自分を守ったりとかっていう術をなんていうのかな、ある程度身につけている国、それと全くそういったものを持っていないで育った我々、とではやっぱり歴然の差があるんじゃないかなっていう気がしますけどね。はい、まあ、だいぶ話が脱線しましたけども、私の動画にね、コメントいただくオクトレオンさん、本当に、お疲れ様でございます。ご苦労様です。無事ね、戻ってきていただいて、また、コメントね、いただけますように、お待ちしております。まあ、まだまだしばらくね、コメントがポイポイポイと出てくると思いますけども、そのね、出立の日、ご自宅を出られるときはね、またちょっと一言かけていただければな、と思っております。はい、以上でございました。